ロシア関係ですけどもほらロシアフィンランラドに圧力ほら今ねウクライナで戦争中だからよその国にちょっかい出せないと普通思うじゃないですか全然そんなことないですよええー、もうロシアねもうウクライナをねえー、ケチョンケチョンにやって周辺諸国にも相当いたずらしてますからね不法移民をどんどん送り込んでるんですって。 これハイブリッド戦争らしいですよ。やっぱフィンランドが予想していた通りになりましたね。えー、やっぱ NATO 入んないと国防は無理だって言ってね。これまで NATO に入らないことによって、いや、あの、えー、日外諸国べったりじゃないですよって言って安心してねって言って、その代わり攻めないねって言って、えー、ロシアと、 おまあ、関係を結んでいたわけなんで,すあでも、まあ、ロシアがえウクライナを,を攻めた時に、フィンランドの人たちはやばいと。もう無理だと。えこんな、えー、じゃあ何、アメリカとあんまり仲良くしないから、うち攻めないでね、みたいな、そんなね、そんな口約束が守られるわけないと。絶対ロシアはいつかフィンランドを攻めるはずだと。もう、もう、 NATO に入るしかないということになって NATO には絶対入らないというのが国税だったフィンランドがとっとと入っちゃいましたからね。えー、読んでいきますよ NATO は28、29の2日間、ブリュステルで外相会合を開いた、ウクライナを侵略するロシアが4月に NATO 加盟国となったフィンランドに不法移民を送り込み、同国社会に揺さぶりをかけるハイブリッド攻撃を展開している問題などに関し、NATO の結束を確認した。フィンランドでは今月に、あ、そうそう、ロシアとフィンランドって1200キロ国境を接してますからね。はい、フィンランドでは今月に入って不法越境者が急増。これまで1日あたり1人以下だったのが、今月はすでにイエメンや シリアなどの中東やパキスタンなど南アジア出身の計900人がロシア経由で入国したフィンランドは28日全てのロシア国境の検問所を35 月日日から12月13日の2週間物流を除き閉鎖すると発表した今月18日はすでに利用者の多い南東部の検問所を一時閉鎖している。NATO のトルステンペルグ事務総長は28日、ロシア政府が移民をフィンランド国境に送り込んでいるとの認識を示した上で、フィンランドに圧力をかける道具として移民を使っていると批判し、NATO としてフィンランドに連携していくと強調した。フィンランドでの事態は移民危機を人為的に作り上げ、移民問題に悩む欧州諸国を揺さぶることが狙いとみられ、 ロシアによる軍事と非軍事的手段を組み合わせたハイブリッド戦争の一環とみなされているということですよ。一、はい、日九百人よ。<laughs> すごいこと考えますね。だからもうフィンランドとしてはもう千二百キロの。 壁を作るしかなくなってきますよ、本当にね。えー、もうトランプと一緒ですよ。メキシコからどんどん入ってくるから、もう壁を作んなきゃダメだめだというね。はい ですから,ちょっとまたほらロシアはだからフィンランドが、ね、NATO に入ったことによってラト NATO が東に広がったわけですよねロシアとしてはもうそれだけで戦争目的が逆になっちゃったわけですから NATO の脅威を、ね、打ち払うというのが、ね、戦争目的だったはずなのに、はい、フィンランド加盟で、はい、ロシア、ざまあみそ漬けという話になっているわけですよ、えー、でロシアも何かしないといけないからじゃあっ,って嫌がらせして不法移民を送り込むっていう子供か、お前はという話ですけどもね。はいで、ね ほらほら大陸だからね陸続きなんですよだからこういうことも起こりうるわけなんですけれどもじゃあ日本はどうですかというとロシアと国境接してるんですけどねええー、あのー、<laughs> まあ海だから、えー、陸続きに比べるとまだいいんですけどもそれでも長いわけです1 5 0 0キロ接してるわけです、あのー、ちょうど佐渡島のあたりからね東北北海道北方領土まで1 5 0 0キロ ですからねいやもう本当にねあのロシアの脅威っていうとまあちょっと遠いし大丈夫みたいないやいや遠くないんです目の前だから <laughs>、えー、ロシアでかいですからねもうほんと目の前ですからね、えー、じゃあ日本人もっと怯えるべきなんですよこのフィンランド人の怯え方もう尋常じゃないですからねやばい次はうちらだって言って。 もう来るぞって言ってて、言このままニコニコ中立なんてやったらマジでやられるって言ってフィンランドはもうそそくさと、ねはい、NATO に加盟したんですよ、はい、この人たちの怯えをねちょっとだって日本人ロシア来るぞとかないじゃないですかもういつか必ず来るないですよね来ない来ない来ないとか言って自衛隊も、ね、南西方面シフトになっちゃいましたから来ると思ってないんですよそういう時に来るんですよ、ね、ええロシアは日本を攻めてくると私は思ってますからね えー、もうチャンス狙ってますから、えー、だから1、2、3、4箇所5箇所目ですよ5箇所目5箇所目いよいよ米軍来ないですよ、えー、ウクライナでねドンパチやってイスラエルでもドンパチやって台湾、朝鮮始まったら次5箇所目ですよ、えー、北海道、えー、来ませんよ、誰も。 米たぶん一人も来ないですよ5カ所目無理 <laughs> 米軍一人も来ません5カ所目ねはいもうちょっと怯えなきゃだめですよ怯え、ね、なきゃだめですいつか来るとロシアは必ず日本を狙ってるとね、えー、私たちにとって最悪のタイミングで攻め込んできますよ忘れてはいけないはい